はい、京大学の大貫です。今日会場にいらっしゃる井上先生と井口先生をはじめ、さまざまな先生方 の助けを借りまして、一次試案を作成しました。で、今回は改訂という話なんですけども、何か少し考えるきっかけになればなと思って、このような資料を作らせていただきました。35ページの資料をご覧、35ページをご覧ください。もう5分しか時間がないので、35ページの説明をして終わりかなと思っています。先ほど西岡先生もおっしゃられましたけれども、新しい学習指導要領の枠組みとして、主に理科では3点、理科の基本的な概念を抑えることと、探究する力を育てることと、自然の見方を育てることって3点が挙げられていました。で、僕自身の研究がアメリカの科学教育の研究をしてるんですけれども、アメリカの方でも2013年科学教育のスタンダードが改定されました。そこでは知識を 何を学ぶのか、知識的な部分と、それをどのように学ぶのかってことと、それが何ができるようになるのかっていう、その3点が構成要素になっています。その中で特に1と2に関して、この丸 A と書かれている部分、コアアイディア、クロスカッティングコンセプト、プラクティスという3つの考え方が挙げられています。これについて詳しく説明していきたいなと思います。で、よくアメリカではこれ料理に例えられるんですけども、コアアイディアというのは要するに食材です。例えば妖怪の規則性であったり、物が燃える三条件であったり、そういうふうな内容的な側面っていうのがコアアイデアにあたります。で、クロスカッティングコンセプト、これなんか日本で言うと科学的な見方考え方に近いなと思ってるんですけども、これはいわゆる料理で言うとスパイスですね。下ごしらえしたり、どこを選ぶのかっていう部分にあたっていて、例えば現象の中からパターンを見つけ出すだったりだとか、原因と結果を見出すことや、それからエネルギーの流れに着目するような部分、そういうふうな部分っていうのがクロスカッティングコンセプト、科学的な見方考え方。それからプラクティス、これがいわゆる調理法ですね。例えば煮るとか焼くとか、その食材をどう、食材にどう迫っていくのかっていう部分になります。例えば実験計画を立てること、問いを見出すこと、モデルを作ったりすることっていう、この3要素が挙げられます。で、こういったものっていうのは本来探究されていればとか、ある特定の事業を教えていれば身につくと考えられてきたんですけども、アメリカでも日本でも特にありがちなんですけども、この科学的な見方考え方や探究の方法っていうものの部分っていうのが、やっぱりこう教えられていないんじゃないかと、書いてあってもなかなか意識化されてないんじゃないかっていうことが問題になりまして、これを指導の一つの構成要素として位置づけを柱にしていこうということで、この縄がちょうど3本立ってるわけです。1個に飛ばされてなくて、で、そういったものを組み合わせて何ができるようになるのかってことを明確にしたスタンダードを作っていこうという流れで できたものが、実際のところは39ページのスタンダードになります。ただこれちょっと細かいん でちょっとまたそれを日本の文脈に置き換えて作ってみたものが、40ページの資料になります。小学校5年生の単元物の解き方の例です。これは例えば物が水に溶ける量は水の温度や量、溶けるものによって違うこと、またこの性質を利用して溶けているものを取り出すことができるっていうような知識であったり、ろ過の方法や蒸発乾燥の方法っていうスキルであったり、それから、自然の事象現象の因果的なメカニズムを説明するような原因と結果という科学的な見方考え方であったり、それから実験を計画するっていうようなものを使って、例えば異なる2つの混合物から性質の違いを利用して片方を取り出す実験計画を作成するといった期待される行動が導き出されます。で、これに対応したパフォーマンスを、パフォーマンス課題が作られるという形でスタンダードを作るということを考えてきました。で、この右の方に観点として、例えば上の部分だったら知識技能、下の方だったら思考判断表現の部分の観点が対応してくるのかなと思っています。で、こういった要素っていうのがどう発達していくのかを考えるときに、一次試案でも作ってきたんですけども、本質的な問いっていうものが手がかりとしてあるのかなと思っています。38ページの方には本質的な問いの例が挙がっているんですけども、ちょっとこれを踏まえつつ、36ページの資料をご覧ください。これ36ページは実際にアメリカの方で用いられている、ある観念がどのように発達していくのか、ある科学的な見方、考え方がどのように発達していくのか、ある、探究の方法がどのように発達していくのかって書かれているものです。例えば一番上の物質の構造では、物質とは何かとか、物質はどのように構成されているものなのか、物質が変化した時に起こることは何かといったような3要素が本質的な問いとしてあって、それに答えていくからどんどん深まっていくのが読み取れるんじゃないかなと思います。で、こういった各要素とその観念と科学的な見方と
探究の方法の3つをクロスしたところにスタンダードを作っていくという形でスタンダードを構成していけたらなと考えています。時間も OK なのでそろそろ終わりたいと思います。よろしくお願いします。